どうも皆さんこんにちは、こんばんは。あるあるカレート J です。どうも、ギアルーグです。さあ、はい、本日は、うん、サマーゲームフェスタで紹介されました光栄テクモゲームスの、ね、新作、まあ、ちょっと遅いけど情報的にまあちょっとね、やって特集じゃないけどね、やってみていきたいなと思います。うん、ダーク三国志。あんま三国志って出てるの？あ、いや、あの公式発表じゃないですよ。まあ見る感じではね、まあね、うん、ダーク三国志って感じですよね。確かに。うん、でこれ死に気なのかどうかって分かんないけどね。そっか、プレイ画面が出ないんだね。うん、一応 PV みたいな感じだ。うん、でも多分死に気ですよね。チーム忍者だね。大体予想は作っちゃ作るんですけどね。うん、まあ去年ね、渋沢コウさんが言ってたゲームですね、これが。多分でしょうな。三国志のアクションゲームを作ってるっていうふうに言ってたんで、うん。なるほどなと思ったんですよね。三国無双じゃねえの、それみたいな思ってたけど。違かったんだね、やっぱね。そうですね。だから二王の三国志かなと思ってたんですけど、やっぱ二王という名を使えなかったんですかね、やっぱね。意味が変わってくる。中国に行っちゃったからね。やっぱ日本は日本っていう感じだったね。うん、わかんない。俺中国版の日本でシリーズ続くのかな、これ。ああ、なるほどね。だったらいいよね。うん、どうすか、PV 見た感じ。いやー、面白そうだけどね。黄金の乱だよね、これね、多分。最初映ってるところが多分そうですよね。ですよね。でもさ、最初映ってる PV ってさ、うん、張飛と思ってたんだけど、これ多分違うな。多分これ張飛じゃないかなと思うんですけど、初め張飛と思ったんだけど、黄金の乱にもなんか変な人ですかね、中曹とか。ああ、知らないっすね。あ、でもこの黄色い帽子がそうっぽいよね。黄金刀ですよね、この人多分。確かに、あの帽子で、その後出てくる魔術師みたいな聴覚ですよね。これ聴覚ですね。化け物になってるやつでしょ。うん、そう、うん、最初のボスって感じで。で主人公がなんか富士のなんかを丹田っていうのかな、うん、なんか PV で言ってたけど、持つものって言ってましたよね。うん、言ってた。化け物化するんですかね、こいつは。鬼化するんじゃないだろう。そしたら匂いになっちゃう。いや、もう匂うの多分中国版と思っていいと思うんですよね。ですよね。名前は変えてるけど、うん、多分つながってくるんじゃないかなと思うんですよね、しれっと。最後にウィリアムス出てくる。でね、ウーロングっていうのは、うんうん、ガリューって意味らしいんですよ、ね。孔明？孔明ですね。諸葛亮の方ですね。孔明なの、うん、これ。いや、孔明に見えるけど。いや、主人公は多分違うけど、うん、PV のラストに映ってる後ろ姿いるじゃないですか。ラスト、後ろ姿が映って、竜がブワー登ってってるシーンがあるんですよ。多分これが孔明でしょ。いや、孔明の話なの？いやー、わかんない。孔明がラスボスじゃないよね。そうなの？孔明がなんか化け物操ってる感じになってるんですよね、見た感じでは。へぇ。まあでも、ほんとだ、ガリューって書いてある。孔明の位置づけがよくわかんないですよね。うん。諸葛亮が、どういう立ち位置なのか。これ多分最初戦ってるのは主人公ですよね、これね。うん。この人がオリジナルの人なのか。そう、だから張飛に見えちゃうんだよな、これ。張飛ってね、黄金の乱に交わってましたね。なんじゃない？だとかな。まあ、細かい歴史をつないできますからね、光栄は。そうですね。お、そうだったんだみたいなの。剣だな。あ、剣使ってますね。確かに。あれ、槍だもんね。まあ、イメージはね。三国無双じゃん。勝手なイメージで、剣も使ってるはずだもんね。で、ラストに出てきたのがね、もう、あいつですよね。まあまあ、この人はね。もう見るからに、もう。うん。捨てる意味もないぐらいのシルエットワーク。そうですね。もうこの赤の羽で。ねえねえ、この羽と、この武器で。ヨフさんですね、もうちょっと多分赤いよ、馬多分。うん。関とかね。うん。濃いよね。でもなんかプロレスラーみたいになってるけどね、マスクつけて。確かに。これアウトでしょ、プロレスラーみたいな。ちょっとダサいなと思ったんですけど。いや、多分強いよこれ。
死にゲーだよ。いやてか死にゲーで敵が両夫とかマジでやばいね。巻く時が止まんないですよね。これ方天画劇ってやつでしょ。そうかっこいいな。かっこいいね。むしろ両夫が主人公でいいわ。あーけどそしたら死にゲーじゃなくなっちゃう。いやこいつ意外とすぐ死ぬからね。意外とあの女にやられてすぐ死んじゃうからね。あーってことは朝鮮とかも出てくるのか。どんぐらいのあれなんかな、このボリュームでどっからどこまでを描くのかにもよるよね。まあ2王で考えると、うん、一気に全部いきますよね、三国志全部。確かに。だからあれかな、壁壁ぐらいまでなんかな。シリーズ化するとしたらどうかもしれない、ね、孔明が主人公やったら五条原ラスト。もうあそこまで言ったらもう終わりですよ。まあ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 、そうだね、うん、これあれなんかな、一本道なんかな。いやちょっとオープンワールドとかしないよね。いやしないでしょ。あんなのオープンワールドしたら広すぎて、もう三国無双8で凝りましたよ。いやいやもうやめてほしい。二王方式でいいかな。中国武術を駆使した剣撃アクションって、ね、またちゃんとあるんかな、上段の構えとか上段の構えとか。あるんじゃないですかね。逆境をテーマとした新しい戦略って書いてますね。どういうことだ。逆強をテーマにした。常に追い込まれるってことか。やっぱ追い込まれたら、やっぱ死にゲーだよね。そうだね。追い込まれなきゃいけないもんね。絶対死にゲーですね、これは。うん、間違いない。もうほぼ逃げようと思っていいでしょ。多分鬼の力発揮する。っぽいけどね。ん？主人公は何らかの力を持ってるっていう感じだもんね。っぽいよね。富士の丹田って言ってるけど、どういう意味なんだろうね。丹田ってお腹のへその下。ああそういうことなの。いや本当の意味は分かんない。丹田に力を込めるみたいな。ああなんか言うね。そんな感じか。まあそんな感じですな。はいはい。まあ二王ファンとしてはね、うん、かなり期待が。そうだね、高まる感じですね。来年か。意外と早いよね、うん、発表から、ね、そうね、まあ、来年お楽しみということで、うん、まあ、ウーロングね楽しみ楽しみだったんでね、ちょっと特集してみたいな、はい、まだ全然情報がないから。そうだ、ね、あくまでも予想っていう感じでしたけどね、うん、続報が入り次第ね、全然違うかもしれないし、明日あるかもしれないしね、うん、そうですね。まあ新しい情報が入り次第またこうやって取り上げていきたいですね、はい、追いかけていきましょう、うん、ということです。はい、今回はウーロングフォーロンディスティニーディスニーダイナスティでした。はい、次回の話でお会いしましょう。オーツリアオーツリア。